サルトは、ウルグアイ西部にある都市。サルト県の県庁所在地であり、アルゼンチンとの国境に位置する。2011年の人口は10万4028人であり、首都モンテビデオに次いでウルグアイ第二の人口を有する都市である。ウルグアイ国道3号線で、モンテビデオから北西に 496km の位置にある。ウルグアイ川の西岸にあり、 川を挟んだ東岸には、アルゼンチン、エントレリオス州のコンコルディア市が位置する。ウルグアイ川の上流には、サルトグランデダムがあり、サルト市の北 12km にある、サルト大橋が国境をまたいで、両都市を結んでいる。市街地の標高は 48m である。2011年の人口は104,028人で、ある。 出展、インスティチュットナシオナルデスタデスティカで、ウルグワイサルトは南北に走る、国道3号線と東西に走る、国道31号線の結節点である。ウルグワイ側に沿って、北 145km には、ベジャー・ウニオンがあり、ウルグワイ側に沿って、南 120km には、パイサンドゥがある。東2 2 5トルには、タクア連邦県の県と、タクア連邦があり、 道路で通じている。モンテビデオには路線バスが通じているほか、モンテビデオからサルトを通ってアルテガスまで通じる鉄道がある。サルト市の中心駅はサルト駅である。ヌエヴァエスペリデス国際空港からはモンテビデオとの間に定期便がある。市南部にある国道3号線と国道31号線の交差点には建築家のエラディオ・ディエステの記念碑が立っている。 この記念碑は、正式には、ラ・プエルタ・デラ・サビドリアという名称であるが、ラ・ガビオータという呼び名で知られている。この記念碑は、駅から移設されたものであり、貿易省のレヒエロ・バルビエリによって提供された。サルトは、ディエステの作品が多く存在する地として知られ、工場、宿屋、市営バスターミナル、市営バス会社のターミナルなどの作品がある。 同じく建築家の JP サンギネッティの作品であるエルカンポイジョなどもある。市中心部のウルグアイ通りはビジネス街であり多くの歴史的建造物がある。市内で最も高い建造物は2007年に完成したエルミラドールというアパートである。市内には人間と科学の博物館があり、市内最大の公園はソラーリ公園である。市中心部には コセヘルバシオアルティガス将軍に由来するアルティガス広場があり、巨大な将軍の彫像が立っている。サルト大聖堂、サンタクルス教会、サグラード、コラソンデヘスス教会、ヌエストラセニョーラ、デルカルメン教会などがあり、いずれもローマカトリックに属する宗教施設である。若者は友人とマテ茶を楽しみ、また夜にはダンスに繰り出す。週末には、 アルゼンチンとの国境を越えてコンコルディアへ買い物に出かける。サルト市の近くには温泉があり、多くの人を引きつけている。メインストリートはウルグアイ通りであり、週末の夜には地元民が繰り出して友人とおしゃべりや飲酒を楽しむ。市内には貧民街もあるが、 ウルグアイ国内の他地域にかける生活環境の良さから裕福な住民が多い地域の一つとされている。1990年8月には国際文化センターが設立された。サルト市最大のサッカークラブはサルト FC であり、主にセグンダ・ディビシオンに在籍している。ホームスタジアムのエスタディオエルネスト・ディ・キンソンは6500人を収容する。ありがとうございます。